鉄はここから出荷される。テンプル騎士団の統括者はルパート・フェリス。これが第一の標的。第二はデイビッド・ブルース・ダキョー。奴が手に入れたガラクタは我々に破滅をもたらしかねん。君らでやれそうかね。誰に言ってる。ああ、これは失敬。ご覧ください、無敵の双子、夜のコベントガーデンの主、フライ兄弟のご登場です。何も問題ない。研究所は調査済み、全て把握してる。必要なものはこれだけだ。よろしく言っとくよ、フェリス。後でね、ジョージ、列車が出る。ジェイコブ、ヘビー、心情の導きがあらんこと。自由な奴だ。気の毒な人、ひどく怯えてる。時の流れは残酷。ヘビーフライ、すごいこと言うな。お互い様よ、ジェイコブ。楽しみ。死なないでよ。開いてフェリスのところへ行ける。衛生検査官だ。こいつ死んでるぞ。お前も殺してやる。命乞いするまで痛めつけてやる。高いところへ行くか。
ミスター・フェリス、行員を一人手当てのため薬局に連れて行かねばなりません。よろしい。ただし給料から差し引け。はい。取引を終わらせようか、ミスター・フェリス。終わりだな。それでこれでどうなる、小僧。私はスターリックにとって一本のネジに過ぎん。大きくともただのネジだ。やつもすぐに後を追う。気が済むまでロンドンを駆けずり回るがいい、優しいね。我々は100年かけて強固な構造を作り上げた。1000年かけても崩せない。もはやこの街そのものだ。俺たちだったらロンドンを解放できる。クロイドンからか。影に隠れる臆病者に何ができる。無駄だ。
は終点みたいだな。次からは歩こう。